改めておはようございます。おはようございます。ただいまの出席議員は8名です。米速数に対しておりますので、ただいまから平成26年第1回ただ町議会定例会を開会します。これから本日の会議を開きます。本日の議事日程はあらかじめお手元に配布したところです。日程第1、会議録署名議員の指名を行います。会議録署名議員は会議規則第120条の規定により議長において4番菅野博之君、5番評価は安弘君を指名します。日程第2、会期の決定を議題とします。お分かりします。本定例会の会期は3月6日開催の議会運営委員会でご審議をいただき、本日から3月18日までの8日間とすることにご報告をいただきました。これにご異議ありませんか？よし。異議なしと認めます。よって会期は本日から18日までの8日間に決定しました。日程第3、初版の報告を行います。監査検査結果の報告、双葉地方広域市町村圏組合議会の報告、双葉地方水道企業団議会の報告をします。お手元に配布した報告書、議決書の写しを持って報告に入させていただきます。ご了承願います。これで初版の報告を終わります。日程第4、延長報告を行います。総務教育常任委員会の所管事務調査の報告を行います。総務教育常任委員長菅野博之君。はい、4番4番菅野博之君。はい、おはようございます。おはようございます。総務教育委員会所管事務調査の報告を確認させていただきたいと思います。平成26年3月6日双葉町議会議長佐々木誠一様、総務教育常任委員会委員長菅野博之、委員会調査報告書、本委員会は閉会中の所管事務調査を下記の通り実施したので、第1条77条の規定により報告いたします。日1、事件名括弧1、学校再開について括弧進捗状況括弧2、その他2、調査の経過、実施回数1回、日時平成26年2月26日括弧水曜日午後1時25分から午後2時5分、場所双葉町いわき事務所2階会議室、出席委員菅野博之、葉山久美子、京川康弘、佐々木誠一、欠席委員なし、説明委員半谷篤教育長、今泉雄一教育総務課長、橋本仁教育総務課長補佐兼総務係長兼学校教育係長。調査課3、調査の内容、学校再開の進捗状況についてでありますが、仮校舎建築に向けて1月31日に工事用仮設進入路の測量設計を委託が完了し、現在幅 3.5 メートル、延長400メートルの仮設進入路工事が行われており、完了が3月20日のこととのことである。仮設校舎建築工事については、工事に関わる確認申請環境検査の手続きを2月3日に提出し、3月31日が検査完了予定とのことである。また旧金星幼稚園園舎解体工事についても3月31日が完了予定であり、仮設校舎建築までに予定していた今年度の事業については順調に進んでいるとのことである。仮設校舎建築については、
4月1日から基礎工事を予定し、基礎工事完了次第本体工事に入り、7月28日に仮設校舎が完成する予定だ。完成後、速やかに環境検査、町の竣工検査を受け、8月10日には引き渡しを受けることとなっているが、仮設校舎建築工事の工程に余裕があるため、早めの完成が見込まれるとのことです。また、昨年設置した公立幼稚園、小学校、中学校、校舎建築事業チーム、各校建築プロジェクトチームでは、教育委員会が事務局となり、建築工事事務分担表で定めた担当ごとに業務を進めており、対抗まで順調に推移しているとのことである。4月から入園入学を希望している園児、児童、生徒の対応については、1学期の間は、岩敷市錦木町の東方銀行上田支店錦木市長場を仮校舎として使用することになっており、このための修繕も順調に進み、遠隔地から通園通学に対応するための送迎バスの運行、給食、運動場、プールなどについても関係者と協議が進んでいるとのことである。また経費がかかるものについては平成26年度当初予算で計上し、関係条例の整備についても今議会定例会に上程するとのことである。以上、学校再開に向けての進捗状況については、4月からの園児、児童、生徒の受け入れ体制についても、仮設校舎建築工事についても順調に進んでいるとのことであった。なお、工程に余裕があることから、一日でも早い完成を目指してほしい。また、より多くの園児、児童、生徒が入園入学を希望する教育環境づくりに取り組んでほしいとの委員の一致した意見であります。以上、概要を申し述べ報告といたします。これから質疑を行います。質疑ありませんか？6番、矢沢美太郎君。多くの園児、児童、生徒が入園の連絡を希望する教育環境を作るということですが、今日現在、何人希望しているか調査していれば、お答えください。今日現在は、調査した時の人数でよろしいでしょうか。はい、幼稚園、小学校、中学校、予定者が9名です。幼稚園、年長が2人、小学校1年生が1人、5年生が1人、6年生が2人、小学生計4名、中学生1年生が1人、2年生が1人、3年生が1人、計3名となっております。他にありませんか？よし。これで質疑を終わります。これで延長報告を終わります。日程第5、行政報告を行います。町長江沢志郎君。はい、議長。町長。はい、平成26年第1回双葉町議会定例会を招集いたしましたところ、議員閣議におかれましては大変お忙しい中ご出席を賜り誠にありがとうございます。東日本大震災及び福島第一原子力発電所事故により全町避難を強いられてから本日で3年が経過いたしました。国からは未だに町への帰還見通しが示されないまま、町民の皆さんは厳しい避難生活を強いられており、このまま避難生活の長期化による健康の維持が何より懸念されるところであります。町といたしましても町民の皆さんが帰還するまでの間、避難先において健康で日常生活が遅れ、生活再建が果たせるよう、職員一同、小課題の解決に向けて一層努力してまいりたいと考えております。
12月定例会以降の行政経過についてご報告いたします。町民の皆さんの避難状況でありますが、3月7日現在、福島県内には3963人、福島県外には3054人が全国39都道府県398地区町村に分かれて、未だ不自由な日常生活を送られております。旧記載高校避難所に入居されていました町民が昨年12月27日で全員が退所され、埼玉県福島県等の借り上げ住宅に入居されました。災害救助法に基づく第一次避難所として利用していました旧記載高校避難所を3月末には閉鎖する方向で精力的に取り組んでおり、施設の修繕整理等を順次進めているところであります。1月4日はいわき市のスパリゾートハワイアンズにおきまして、平成26年双葉町成人式が挙行されました。東日本大震災と原子力発電所の事故で全国各地で長期の避難生活を強いられている中、59名の新成人の皆様が出席されました。新成人者からは20歳の夢と題して、多数の来賓の方々を前にして、ふるさとの復興に向けた貴重な意見が出されました。新春恒例のだるま市が1月11日、12日の両日、いわき市南台仮設住宅イベント広場を会場に開催されました。今年も町消防団第2分団の有志の方々で組織する夢ふたばリトルの皆さんが、ふるさとの伝統行事を絶やさず未来へつなごうと開催されたものであります。初日は安全祈願の後、奉納神楽、民族芸能の発表や子ども神楽、だるまもとい、子どもみこし、だるまみこしなどが行われました。2日目は芸能発表会や歌謡ショー等が行われました。両日とも好天に恵まれ、会場には双葉だるまや食べ物などの露店が立ち並び、県内外の避難先から訪れた町民の方々が友人との再会を喜んだり、地域の方々が縁起物のだるまを買い求めるなど、大勢のご来場者でにぎわいを見せておりました。町としても送迎バスを運行し、一人でも多くの町民が足を運んでいただけるよう支援したところであります。1月14日から2月6日にかけ、帰還困難区域等への公益立ち入り及び一時帰宅者の安全確保のため、前田大熊線ほか8路線9カ所の応急補修工事を実施するとともに、震災により橋と路面との段差が大きい建越中田線の中田橋ほか二重橋梁の段差すり付け舗装工事を実施し、段差の解消を図っております。また数十年ぶりの大雪となりました2月8日から9日にかけての降雪対策のため、重機借り上げにより主要な道路の除雪を実施しております。引き続き降雨や強風等の影響による倒木等、一般町道等の路面確認のため定期的な巡回を行い、立ち入りバス、自家用車等通行車両の安全の確保に努めてまいります。1月30日には東日本大震災と原子力発電所の事故以来休校しておりました町立幼稚園と小中学校の再開に向けての説明会を開催しました。本定例会に町立小中学校と幼稚園の条例の一部改正について上程しておりますが、4月1日から当分の期間民間施設を借用して開校することとしました。入園入学予定者は1学期途中からの希望者を含めて幼稚園、小、中学校合わせて10名となっております。昨年12月から環境省が業者へ委託し実施しておりましたイノシシ等野生鳥獣の駆除対策につきまして、箱罠を6カ所設置し、イノシシ37頭の捕獲成果を上げ、2月末で本年度の作業を終了いたしております。農地等の荒廃や家屋への侵入による被害の防止のため、次年度以降も継続するよう国へ要請してまいります。帰還困難区域等への
住民の一時帰宅は2月を除いておおむね月に1回の立ち入りを行っており、月曜日と火曜日を除いて立ち入られる方々の都合の良い一日を選んでいただいて実施しております。今年度は4月24日の開始から2月末日までのマイカー立ち入り累計実績数が5029世帯で12017人の方が立ち入られております。またバス利用による一時帰宅もこれまで5月、7月、8月、10月、12月の5回で延べ10日間実施し、182世帯275人が立ち入りを行っております。東日本大震災に関連する災害弔慰金につきましては、大震災当初からの累計は119件3億5500万円となっております。また町独自で委託しております双葉町内の空間線量、空間放射線量の測定結果については、これまで通り福島県のシステムに登録し随時公表しております。現在本年12月に実施した375地点の測定結果をインターネットの福島県放射能測定マップ上に各市町村とともに公開しておりますが、今年度の測定結果も印刷配布を行う予定でおります。帰還困難区域の通過交通については、さまざまな目的に応じて期間を設定し、制度を開始した昨年6月17日からこれまでに992件の通行証を発行しております。また通行証の有効期間は町の判断として本年1月から必要に応じた期間から最長6ヶ月までの期間に変更しております。双葉郡内の国道においては空間放射線量率は減少傾向にあるものの、道路上でも依然として高い地点もあることから、若年者には通過や立ち入りは引き続きご遠慮していただきたい旨を常に申し上げております。なお職員による町内パトロールも継続して実施するとともに、警備会社による防災防犯監視の町内巡回も引き続き毎日実施しております。中間貯蔵施設につきましては、昨年12月14日に石原環境大臣と根本復興大臣から佐藤福島県知事および双葉町、大熊町など関係町長に対して受け入れの要請がありました。その後2月4日に知事から双葉町、大熊町の2町が集約する再配置案が示され、2月7日の双葉地方8町村長会議においても同様の説明がありました。その後2月12日には知事が両大臣に対し、再配置案及び生活再建支援策並びに地域振興策の検討を申し入れたところであります。今後は国の対応方針を見極めた上で国による説明会を開催させ、町民の皆さんのご意見等を伺うとともに、議会との協議や福島県、大熊町とも連携を図りながら慎重に判断していく考えであります。一方国の除染モデル事業は追加要望による山田地区でのモデル除染事業を終了しており、これらの結果は今後国が実施する町の除染方針に適切に反映されるものと考えております。町内墓地の除染と並行して行っております墓地の整備事業も近年まれに見る降雪等にも影響を受けましたが、作業員を増員するなどの対策を講じた結果、お彼岸までの事業完了が見込まれております。甲状腺検査についてでありますが、全国に避難されている39歳以下の方を対象として医療機関の全国組織に委託しており、301名の方が検査を受けております。尿による内部被曝検査については2月末現在で337名の方が検査を受けられました。ホールボディカウンターによる内部被曝検査についてでありますが、いわき事務所、さいたま市長、平田中央病院において2月末までの報告分として230名の方が受検されております。さらに中通り会津地区に避難されている町民の方が検査を受けやすくするために、2月末から福島県所有のホールボディカウンター積載車を活用し、応急仮設住宅で検査を実施している状況であります。
今後も引き続き随時受付と検査を行ってまいります。双葉町復興ロゴマークにつきましては2月26日から3月7日にかけてはがきとインターネットによる町民投票を実施し、東日本大震災の発生から3年となる本日公表することといたしました。今回の復興ロゴマークに取り入れたずっとふるさと双葉町のスローガンには、私たちの生まれ育った大切なふるさと、その思いをこれからも持ち続けていくことが新しい町づくりにも生きてくるという私たちの思いを込め、ふるさと双葉町への思いを抱きながら新たな双葉町を大切に育てていきたいという強い願いを表明したデザインとなっています。双葉町は現在数多くの困難な課題を抱えていますが、双葉町の復旧復興に向けて町民と町が一体となって目標を共有し、絆を維持発展させていくことが重要でありますので、復興に向けた機運を醸成し、双葉町が頑張っている姿をこの復興のロゴマークを通じて全国に発信していきたいと考えています。平成25年6月に策定した双葉町復興まちづくり計画括弧第1次に基づき、町民の生活再建と町の復興に向けた取り組みを進めております。まず双葉町復興まちづくり計画括弧1次の具体化に向けた取り組みについては、平成25年10月に双葉町復興推進委員会を設置し、これまで5回にわたり町民の絆の維持発展、双葉町外拠点、町民一人一人の生活再建など復興まちづくり計画に書かれた施策の推進方策について活発なご議論をいただいてきました。平成26年2月5日に委員会から町に対して復興まちづくり計画括弧1次に基づき当面強化していくべき取り組みとして双葉町復興推進委員会第1期提言書をいただいたところです。この提言書を受けて町関係課長等により組織された双葉町復興まちづくり計画推進会議において事業計画案について検討協議を行い、3月5日に双葉町復興まちづくり計画括弧1次に基づく事業計画括弧実施計画を策定しました。平成26年度はこの事業計画に基づき、いわき市南部括弧中曽地区を中心とする双葉町外拠点の整備や町民の絆の維持発展の取り組みなど具体的な施策事業を計画的に進めてまいります。さらにふるさと双葉町に強い思いを有する方の希望にお応えできるよう、双葉町への帰還と町の復興への道筋を本格的に議論していきたいと考えており、委員会の意見も伺いながら長期ビジョンの策定にも取り組んでまいります。復興公営住宅の整備につきましては、平成25年10月に復興庁福島県と共同で実施した双葉町住民意向調査の結果を踏まえて、いわき市、郡山市、南相馬市、白川市に町民がまとまって居住できる復興公営住宅の整備を福島県に要請し、国、福島県、受け入れ自治体と協議を進めております。平成26年2月には福島県により整備が進められていた復興公営住宅のモデルルームがいわき市及び郡山市に完成し、入居を希望する方が具体的な入居イメージを体感できるよう、間取りや設備などをご覧いただくことが可能となっております。平成26年4月からは平成26年の完成予定である県全体で528戸の復興公営住宅の第一期募集が始まる予定です。現在双葉町民が中心となって入居できる復興公営住宅としては、いわき市南部括弧中曽地区などでも整備が予定されているところであり、こうした住居に入居を希望される方ができる限り早期に入居できるよう、国、県、受け入れ自治体と協議を加速させてまいります。原子力損害賠償についてでありますが、町ではこれまで国に対して町民の被害実態に沿った賠償指針の見直し、特に財物賠償の基準について避難先で住宅を取得できる水準とすべきこと、事故後6年以降の精神的損害の取り扱いを明らかにすることなどを求めてきました。平成25年12月26日、国の原子力損害賠償紛争審査会による
中間指針第4次通報が決定し、双葉町については町の実情を踏まえ、帰還困難区域と避難指示解除準備区域の区別なく全町一律の取り扱いとして精神的損害の追加賠償及び住宅確保にかかる追加賠償がなされることとなりました。第4次追放に基づく追加賠償を速やかに実施していくよう東京電力に求めるとともに、町民の被害実態に沿った賠償指針基準のさらなる見直しに向けて国及び東京電力に対して継続して強く要求してまいります。原子力損害賠償未請求者については東京電力によると、平成26年2月末現在において仮払い金受領後に本賠償請求を行っていない方が291人となっており、徐々に減ってきているものの、依然として未請求の方がいらっしゃいます。今後こうした未請求者の皆さんに対する賠償請求の周知をさらに強化してまいります。双葉町弁護団への依頼件数は平成26年末現在で延べ276世帯702人となっております。未請求者のほか、請求手続きで課題を抱えている町民を支援するため、双葉町弁護団との連携を引き続き図ってまいります。東京電力株式会社福島第一原子力発電所をめぐる情勢は、依然として汚染水タンクからの漏洩事象や電源ケーブルの損傷に伴う使用済み燃料プールの冷却機能喪失事象などにより、依然として多くの町民に強い不安を与えています。真の収束に向けて引き続き国及び東京電力に対して、福島第一原子力発電所の事故収束に全力で取り組むよう強く求めてまいります。全国の原子力発電所が立地する市町村の首長、議長から構成される全国原子力発電所所在市町村協議会が2月20日21日及び2月27日28日に、福島第一原子力発電所及び双葉町をはじめとする被災地を視察しました。2回に分けて実施された視察には、20自治体から延べ65人の首長や議長等の参加をいただきました。参加者には被災地の厳しい現状をご理解いただき、会長の川瀬鶴賀市長からは前言教として国に被災地の復興に向けた支援の実施の申し出をしていく旨表明いただいたところです。また福島県双葉町、東京電力の3社で締結する東京電力株式会社福島第一原子力発電所周辺地域の安全確保に関する協定書、いわゆる安全協定については、福島県や大熊町と連携しながら、今日の福島第一原子力発電所の実態に即したものとなるよう事務レベルにおいて協議を進めておりますので、協議がまとまり次第議会に報告させていただきたいと考えております。最後に本定例会に提案いたしました案件について申し上げます。専決処分の承認が1件、条例の制定が5件、条例の一部改正が13件、平成25年度一般会計及び特別会計補正予算確保案が5件、平成26年度一般会計及び特別会計予算確保案が7件、合わせて31件となりますので、慎重なるご審議をいただき、議決賜りますようお願い申し上げて、行政報告といたします。日程第6、議案第1号から、日程第36、議案第31号までを一括調整したいと思います。これにご異議ありませんか？もしや異議なしと認めます。よって、議案第1号から議案第31号までを一括調整いたします。議案第1号から議案第31号までの提案理由の説明を求めます。省庁、伊沢志郎君。会議長。省庁。議案第1号、専決第1号、
平成25年度双葉町一般会計補正予算括弧6号についてでありますが、歳入歳出それぞれ250万円を追加し、歳入歳出予算の総額は57億6559万7000円となります。歳入について申し上げます。寄付金は双葉校教育支援寄付金として50万円追加いたしました。繰入れ金はふるさと応援基金の繰入れにより200万円を追加いたしました。次に歳出の主なものについて申し上げます。土木費は除雪に伴う経費として100万円を追加いたしました。教育費は仮校舎にかかる経費や教科備品など1357万9000円を追加いたしました。議案第2号、平成26年度東日本大震災等による被災者に対する徴税の減免に関する条例の制定でありますが、これは東日本大震災及び原子力災害の被害を受けている納税義務者の税負担の軽減を図るものです。議案第3号、双葉町指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関わる基準を定める条例の制定についてでありますが、地域主権一括法の施行に伴い、指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等にかかる介護予防のための効果的な支援の方法に関わる基準については、町の条例で定めることになったことから、条例を制定することであります。議案第4号、双葉町指定地域密着型サービス事業者等の指定に関し、必要な事項を定める条例の制定についてでありますが、地域主権一括法の施行に伴い、指定地域密着型サービス事業者等の指定に関する基準については、町が条例で定めることになったことから、条例を制定するものであります。議案第5号、双葉町包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例の制定についてでありますが、地域主権一括法の施行に伴い、介護保険法第115条の46第4項の規定により、地域包括支援センターの職員等に関する基準を定めるため、条例を制定するものであります。議案第6号、双葉町暴力団排除条例の制定についてでありますが、これは全国的に公営住宅、公共工事及び事務全般から暴力団を排除するための取り組みがなされる中、福島県暴力団排除条例が平成23年7月1日に施行されていることを踏まえ、町としても暴力団排除の推進、町民の安全で平穏な生活の確保、ひいては社会経済活動の健全な発展を寄与する目的として条例を制定するものです。議案第7号、双葉町水防協議会条例の一部改正についてでありますが、この条例は第3次地域主権一括法の施行に伴う水防法の改正に伴い、条例の改正を行うものであります。議案第8号、双葉町職員の就学部分休業に関する条例の一部改正についてでありますが、第3次地域主権一括法の施行に伴い、地方公務員法第26条の2の改正により一部改正するものであります。議案第9号、双葉町職員の高齢者部分休業に関する条例の一部改正についてでありますが、第3次地域主権一括法の施行に伴い、地方公務員法第26条の3の改正により一部改正するものであります。議案第10号、町長の給与及び旅費に関する条例の一部改正についてでありますが、これまで福島県内の旅費については宿泊を伴うなどの一部の場合を除いて支給していませんでしたが、陸路片道70km 以上の旅行について日当を支給するよう求めるものです。また合わせて計算方法について換算距離を見直すものです。
議案第11号、教育長の給与、勤務時間、その他勤務条件に関する条例の一部改正についてでありますが、これまで福島県内の旅費については、宿泊を伴うなどの一部の場合を除いて支給していませんでしたが、陸路片道 70km 以上の旅行について日当を支給するよう改めるものです。また、合わせて計算方法については、ついて換算距離を見直すものです。議案第12号、職員等の旅費に関する条例の一部改正についてでありますが、これまで福島県内の旅費については、宿泊を伴うなどの一部の場合を除いて支給していませんでしたが、陸路片道 70km 以上の旅行について日当を支給するよう改めるものです。また、合わせて計算方法について換算距離を見直すものです。議案第13号、双葉町行政財産使用料条例の一部改正についてでありますが、この条例は平成26年4月1日から施行される消費税率及び地方消費税率の改正に適合させるため改正するものです。議案第14号、双葉町立小中学校条例の一部改正でありますが、これは本年4月1日から町立小中学校が民間の施設を借用して仮校舎での開校となります。これに伴い小中学校の位置を当分の間いわき市錦町佐久倉地内に設置する付則の改正であります。議案第15号、双葉町立幼稚園設置条例の一部改正でありますが、これは本年4月1日から双葉幼稚園が小中学校と同じく民間の施設を借用して仮園舎での開園となります。これに伴い幼稚園の位置を当分の間いわき市錦町佐久倉地内に設置する付則の改正であります。議案第16号、双葉町青少年問題協議会設置条例の一部改正についてでありますが、第3次地域試験の一括法の施行に伴い地方青少年問題協議会法の改正により一部改正するものであります。議案第17号、東日本大震災による被災者に対する介護保険料の減免に関する条例の一部を改正する条例についてでありますが、東日本大震災及び原子力災害の影響により原子力災害対策特別措置法により避難を余儀なくされるなど被害を受けた介護保険法第9条第1項に規定する第1号被保険者が納付すべき介護保険料の減免期間を平成27年3月分まで延長することにより被保険者の負担軽減を図るものであります。議案第18の下水道条例の一部改正についてでありますが、この条例は平成26年4月1日から施行される消費税率及び地方消費税率の改正に適合させるためのものであります。議案第19号、双葉町消防団設置等に関する条例の一部改正についてでありますが、消防組織法の改正により一部改正するものです。議案第20号、平成25年度双葉町一般会計補正予算括弧7号についてでありますが、歳入歳出それぞれ3億9953万6000円を追加し、歳入歳出予算の総額は61億6513万3000円となります。歳入の主なものについて申し上げます。徴税は現年課税分として4975万円、滞納繰越分は滞納整理委員会を開催し滞納整理を実施したことにより1106万1000円を追加いたしました。また使用料の住宅使用料滞納繰越分として170万円を追加いたしました。県補助金は災害扶助費や臨時雇用創出基金事業など1781万5000円減額いたしました。繰入れ金は東日本大震災復興基金や公共用施設事業運営基金からの繰入れにより3億9123万2000円を追加いたしました。次に歳出についてでありますが、
事務事業の確定等により多くの科目で減額補正となりました。交際費は福島県振興基金債の繰上償還を実施するため1億9913万4000円を追加しました。小支出金は財政調整基金や公共用施設事業運営基金、公共用施設維持補修基金などへの積立金として5億4492万7000円を追加いたしました。議案第21号平成25年度双葉町国民健康保険特別会計補正予算確保第3号についてでありますが、歳入歳出それぞれ2272万9000円を追加し、歳入歳出予算の総額は15億8700万5000円になります。歳入の主なものは滞納分の国民健康保険税が826万2000円の追加、国庫負担金が79万6000円の減額、県支出金が79万6000円の減額、共同事業交付金が144万円の追加、一般被保険者第三者納付金が36万2000円の追加となります。歳出の主なものは総務費が140万3000円の減額、後期高齢者支援金が1293万円の減額、高額医療費共同事業拠出金が318万5000円の減額、予備費が4057万3000円の追加となります。議案第22号平成25年度双葉町公共水道事業特別会計補正予算括弧第4号についてでありますが、歳入歳出それぞれ516万6000円を減額し、総額は5億5372万2000円となります。歳入につきましては一般会計繰入金が537万7000円の減額及び小収入21万1000円の増額であります。歳出につきましては下水道総務費が職員手当等30万6000円及び高架費14万2000円の減額、下水道建設費では委託料500万円の減額となります。また交際費は下水道事業債償還金の確定により34万1000円の増額となります。議案第23号平成25年度双葉町介護保険特別会計補正予算第3号についてでありますが、歳入歳出それぞれ1219万円を追加し、歳入歳出予算の総額は9億2151万6000円となります。歳入の主なものは介護給付費負担金や災害臨時特例補助金など国庫支出金1277万3000円を追加いたしました。歳出の主なものは居宅介護サービス給付費など保険給付費1209万4000円を追加いたしました。議案第24号平成25年度双葉町後期高齢者医療特別会計補正予算括弧第2号についてでありますが、今回の補正は歳入歳出それぞれ34万3000円を減額し、歳入歳出予算総額が3255万3000円となりました。歳入は事務費繰入金が34万3000円の減額となります。歳出は総務管理費が34万3000円の減額となります。議案第25号平成26年度双葉町一般会計予算から議案第31号平成26年度双葉町後期高齢者医療特別会計予算の提案につきましては後ほど施政方針の中で触れさせていただきますので、ここでの説明は省略させていただきます。以上、提案いたしました議案についてご審議ほどよろしくお願いいたします。一定第37平成26年度町長施政方針を行います。町長伊沢志郎君。
財務長、調査委員長。第1回北町議会定例会が開催されるにあたり、平成26年度の町政運営に対する私の所信を申し上げ、議員閣議をはじめ広く町民の皆様のご理解とご協力を賜りたいと存じます。冒頭、東日本大震災と福島第一原子力発電所事故の発生から本日で丸3年となります。改めて犠牲となられた皆様のご冥福をお祈りしますとともに、今なお厳しい避難生活を強いられ不自由な生活を送られている町民の皆様に対し心よりお見舞いを申し上げます。さて、私が町長に就任しちょうど1年が経過いたしました。これまでの間、北町の区域見直しや役場本体機能のいわき市への移転、双葉町復興まちづくり計画の策定、原子力損害賠償指針の見直しの取り組み、学校再開に向けた準備作業など、さまざまな課題に対し、町民の皆様のご意見を伺いながら、一つ一つ取り組んでまいりました。全町避難から3年が経過し、町民の皆様の避難生活も長期化し、困難を極めている上に、国から双葉町への帰還の見通しと、具体的な復興の姿が示されていない現状でありますが、平成26年度は町民の皆様一人一人の復興と町の復興を目指して多くの困難な課題に誠心誠意取り組んでいく所存であります。特に本年は復興公営住宅をはじめとする町外拠点の整備を町民の目に見える形で具体化させていくとともに、双葉町の将来の期間復興への道筋をつけていきたいという強い思いから、今年を双葉町の本当の意味での復興元年にしていきたいとの決意を新たにしているところであります。今年2月5日は双葉町復興まちづくり計画各国一時に基づき当面強化していくべき取り組みについて双葉町復興推進委員会から第一提言をいただきました。これは避難生活の長期化が予想される中、喫緊の課題に重点を置いて町民の絆の維持、発展、双葉町外拠点におけるコミュニティ形成、町民一人一人の生活再建について提言をいただいたものであります。今回の提言を受けて復興まちづくり計画推進会議において検討・協議を行い、3月5日に事業計画を策定したところであり、この事業計画に基づき、平成26年度に取り組む各種施策を当初予算に計上いたしましたので、ご理解を賜りたくお願い申し上げます。さらに、平成26年度は双葉町への帰還と町の復興への道筋について、ふるさと双葉町に強い思いを有する方のご希望にお答えできるよう本格的に議論していく考えであります。ここで平成26年度に重点的に取り組むべき施策について申し上げます。第1に、町立幼稚園と小中学校の再開であります。大震災以降、休園、休校となっておりました双葉町立の幼稚園、小中学校を本年4月1日、いわき市内において再開する運びとなりました。4月7日には、開校式並びに入園、入学式を実施いたします。現在、いわき市錦町の旧金星幼稚園跡地での園舎解体工事を進めており、本年7月末までの仮設校舎の完成を目指して工事を実施していく計画です。なお、仮設校舎完成までの間は東方銀行上田支店錦市長所を仮校舎として教育活動を展開していくことになります。少人数教育の特徴を生かし、ICT、情報通信技術などを取り入れた魅力的で特色ある教育を実践していくことにより、将来の双葉町の復旧・復興を担う人材を育成していく考えです。第2に、復興公営住宅を中心とした双葉町外拠点の整備についてであります。避難生活の長期化が見込まれる中で、町民の皆様が、
避難先において生活再建の見通しをつけていただくことが喫緊に取り組むべき課題となっており、町外拠点整備の実現に向けて精力的に取り組んでまいります。昨年10月に実施した住民意向調査の結果を踏まえ、双葉町民が集まって居住できる県営の復興公営住宅の整備をいわき市、郡山市、南相馬市、白川市に求めており、本年は福島県における復興公営住宅の建設用地の取得が本格化していきます。そのため町として県に対して整備の加速化を求めるとともに、とりわけ町民の希望の多いいわき市については、勿来地区を双葉町外拠点の中心とすべく県などとの協議を加速させてまいります。具体的には多様な形態の住宅整備を要望していくとともに、高齢者福祉、医療、商業などの施設のほか、宿泊機能も備えた全国の町民が集まれる集会施設の整備、町民全体を対象としただるま市などのイベント開催が可能となる広場、ふれあい農園なども整備し、広く双葉町民のコミュニティの拠点となるような機能を持たせていきたいと考えています。第3に、町民の絆の維持発展についてであります。全国各地に避難している町民の皆様の絆をどのようにつなぎ止めていくかは、町の存続にも関わる重要な問題であります。本年は復興公営住宅に住まない方も含めた絆の維持発展のための施策、具体的には町民からの要望が多い交流拠点の確保や大技総会への参加費の一部助成、タブレット端末等による ICT 括弧情報通信技術絆支援システムを導入いたします。特に情報提供については町からの一方的な発信だけでなく、町や町民同士が双方向でコミュニケーションが取れるよう情報発信の充実を図ってまいります。第4に、原子力損害賠償についてであります。これまで原子力損害賠償紛争審査会と国や東京電力に対して町民が新たな住居を確保できるよう賠償基準の見直しを強く要求してまいりました。その結果、原子力損害賠償紛争審査会の第4次追放においては、避難先での住宅、宅地の取得に関して一定の賠償の上積みがされ、また川町における精神的損害の追加賠償についても全庁一律の指針が示されました。賠償については引き続き三人等の賠償の早期実施を強く求めていくほか、賠償基準のさらなる見直しと町民の生活再建が可能となるよう、賠償手続きの早期実施を国、東京電力に対して継続して強く要求してまいります。第5に、町の復興のための除染と津波被災地の復興についてであります。まず除染については、国に対してモデル除染の継続と双葉町の避難指示解除準備区域内での除染計画の早期策定を強く求めていきます。また避難困難区域の除染の在り方については、新たな町づくりを行っていくという視点からの検討も必要であると考えており、町民の皆様のご意見を伺いながら今後議論をしていきたいと考えています。また津波被災地の復興については、避難指示解除準備区域にメガソーラーを誘致し、再生可能エネルギーの一大拠点としての位置づけを担えるようにすることも選択肢の一つとして、地域の皆様の合意形成を図りながら取り組んでまいります。次に、中間貯蔵施設について申し上げます。双葉町における現地調査結果を受け、12月14日に福島市で石原環境大臣と根本復興大臣から佐藤福島県知事及び双葉町、大熊町などの関係町長に対し、中間貯蔵施設建設受け入れの要請を受けました。その後、2月4日に福島県知事から建設候補地のうち楢葉町を外し、大熊町、双葉町の2町に集約する再配置案が示され、2月7日の双葉地方8町村長の会議において大筋で了承されたところであります。その際、私からは施設の集約と
建設の受け入れ判断については別であることについて改めて福島県知事に申し上げたところであります。その後2月12日には福島県知事が両大臣に対し再配置案及び生活再建支援策や地域振興策の検討を申し入れたところであります。12月14日の要請の後、これまで国からは施設に関する具体的な説明はありません。施設受け入れの是非を判断するにあたっては中間貯蔵後の県外最終処分の法制化や施設の安全性、さらには特別な施設であることを踏まえ、地権者だけでなく町民すべての生活再建支援策や地域振興策等を早期かつ具体的に提示することなどを国に強く求めているところです。私としても2月15日以降、仮設住宅等にお住まいの方にできる限りお会いして、町民の生活再建、双葉町の復興の道筋、中間貯蔵施設等について直接ご意見をお聞きしているところであり、今後の施策や施設受け入れの是非の判断に生かしてまいりたいと考えています。今後は国の対応方針を慎重に見極めながら、国による住民説明会を開催させ、町民の皆様のご意見等を伺うとともに、議会との協議や福島県と大熊町との連携も図りながら、施設受け入れの是非について慎重に判断していく所存であります。次に、平成26年度一般会計及び特別会計の予算の概要について申し上げます。平成26年度双葉町一般会計歳入歳出予算の総額は66億円で、前年度比21億円、46.7% の増となります。歳入について申し上げます。徴税は11億8207万2000円で、前年度比6728万5000円の減額を見込んでおります。町民税の補充分が152万9000円の増額、固定資産税が7400万1000円の減額となっております。地方交付税は8億3870万円で、うち震災復興分を含む特別交付税は5億6870万円で、前年度比1億3180万円の増額を見込んでおります。国庫支出金は28億309万3000円で、民生費国庫補助金や民生費国庫委託金の増などにより前年度比17億2111万9000円の増額、県支出金は4億1315万2000円で、民生費県補助金の増などにより前年度比5478万円の増額を見込んでおります。繰入れ金は公共用施設事業運営基金や東日本大震災復興基金などから繰入れ金9億594万5000円を計上し、各種事務事業に充当してまいります。詳細は臨時財政対策債1億9100万円を見込んでおります。続いて歳出について申し上げます。議会費は前年度比79万6000円増の6267万1000円となります。総務費は前年度比1億4116万7000円減の9億8383万9000円となります。番号法導入に伴う経費や双葉町復興事業策定計画長期ビジョン策定、大規模太陽光発電活用推進計画策定の業務委託料、いわき事務所、郡山支所、埼玉支所の管理運営経費、福島県知事選挙執行経費などを計上しております。民生費は前年度比12億6853万円増の23億4751万3000円となります。新たに臨時福祉給付金事業、子育て世帯臨時特例給付金事業、また被災証明書カード作成業務委託料や ICT 絆支援システム構築運用業務委託料、双葉町内防犯防災総合システム整備事業委託料などを計上しております。衛生費は
前年度比2492万5000円の減の2億1819万9000円で、尿による内部被曝検査業務委託料や甲状腺検査業務委託料などを計上しております。労働費は前年度比578万4000円減の7131万9000円となります。平成26年度も緊急雇用事業を実施してまいります。農林水産業費は前年度比5188万4000円減の5925万3000円となります。避難農業者一時収納等支援事業補助金や農と福祉の連携によるシニア労力活用事業補助金などを計上しております。商工費は前年度比1609万2000円増の6050万2000円となります。双葉町商工会振興補助金や新たに双葉町復興写真集発行事業補助金、双葉町観光協会事務局運営補助金や双葉町観光復興再生事業補助金などを計上しております。土木費は前年度比506万8000円減の3億6227万円となります。町道等道路除草および除草剤散布業務委託料などを計上しております。消防費は前年度比2556万8000円増の1億8459万円となります。組み立て式防火水槽設置工事などを計上しております。教育費は前年度比6億3305万9000円増の8億1079万1000円となります。幼稚園就園奨励費補助金や要保護及び準要保護児童生徒就学援助費、新たに仮設校舎等運営管理費を計上しております。交際費は前年度比9959万円減の2億4229万9000円となります。少支出金は前年度比4億6731万8000円増の11億3215万8000円で、将来の行政事業に対応するため財政調整基金や公共用施設事業運営基金などへの積み立てを行ってまいります。予備費は前年度比515万5000円増の5229万6000円となります。国民健康保険特別会計予算は事業実績により保険給付費等の必要な見込み金額から法定の各種負担金を控除も必要財源として国民健康保険税を公正適正な負担原則に基づき歳入歳出予算額14億4401万4000円を計上し、前年度より1億1200万3000円の増額となりました。公有林整備事業特別会計は歳入歳出予算総額577万2000円で、前年度当初予算は592万9000円に対して15万7000円 2.6% の減であります。歳入歳出の予算に内訳についてでありますが、歳入は全て一般会計からの繰入金であります。歳出は農林水産業費の森林国営保険料71万6千円、また交際費で公有林整備事業債の借入残高見込み額2917万9千円の償還元金434万1千円及び利子71万5千円、5千円を計上いたしました。公共下水道事業特別会計は歳入歳出予算総額3億1438万4000円で、前年度当初予算3億3509万8000円に対して2701万4000円 6.2% の減であります。歳入歳出の内訳でありますが、歳入は一般会計からの繰入金3億1427万9000円が主なものであります。ついに歳出も主なものでありますが、下水道総務費は職員1名分の人件費のほか、
消費税の納税等1107万4000円を計上いたしました。交際費は借入残高見込み額20億3715万1000円の償還元金2億5273万8000円及び利子5047万2000円を計上いたしました。工業団地造成事業特別会計は歳入歳出予算総額216万4000円で前年度比203万3000円の増となります。歳入は土地使用料203万3000円、前年度繰越資金13万1000円であります。歳出は一般会計繰出資金203万4000円、予備費13万円を計上いたしました。介護保険特別会計は歳入歳出予算総額8億5163万7000円で前年度より1億2524万5000円の増額となります。国民の共同連帯の理念に基づき給付と負担の関係が明確な社会保険方式により、保険医療福祉にわたる介護サービスが総合的に利用できるよう円滑な運営を図ってまいります。後期高齢者医療特別会計は歳入歳出予算総額6176万9000円で前年度より208万円の減額となります。歳入は被保険者からの保険料と一般会計からの繰入金が主なものとなっております。歳出の主なものは後期高齢者医療保育連合への納付金であります。双葉町の復興のゴールはふるさと双葉町への帰還と町の再興にあると考えております。しかし福島第一原子力発電所での汚染水漏れやヒューマンエラーともいえるトラブルが相次いで発生していることは双葉町の復興の妨げになるものであります。国と東京電力に対しては改めて配慮措置の安全かつ確実な実施を強く要求するものであります。今後調整運営にあたりましては議会並びに町民の皆様との対話を重視し、双葉町の復旧復興のために邁進していきたいと考えておりますので、引き続きご協力とご支援をお願いいたします。以上申し述べて平成26年度における施策の方針といたします。先ほどの町長施政方針の中で、数字の文言の訂正をさせていただきたいと思います。公共下水道事業特別会計の中で、2071万4000円というところを2700万と発言してしまいました。これを2071万4000円に訂正をお願いいたします。これで平成26年度町長施政方針を終わります。日程第38請願の委員会付託 今期定例会において本日まで受理した請願は、お手元に配布した請願文書表の通り所管の常任委員会に付託しますので報告します。以上で本日の日程は全部終了しました。本日はこれで散会します。ご苦労様でした。